アレドの、稽古が始まって2週間になりますが、笑いの絶えない稽古場です。狭いところに6人の男女がこう出たり入ったり、まあ、ドタバタドタバタとごちゃごちゃで今整理がつかない状態ですけども、きっと現場といいますか本番でも整理がつかない面白さがあるんじゃないかなと思います。僕の役どころは、まあ、普通の固い仕事のお父さんなんですけど、どうも、奥さんにも娘にも見放されているような、まあ、よくあるお父さんですが、まあ、奥さんは何かを、持っていまして、私も何かあんまり言いたくないことがあるようでして、また転がり込んだ幼馴染の、まあ、初恋の人もどうやら何かを持っているという、ちょっとスリリングな、仕立てになっています。でもこれは外には出ないんですけれども、心の内が何か手に取るように分かると、とても悲しく切なく、何かそこにあったかみも少し感じられるような大人の演劇になってます。どうぞ皆さんお楽しみに、ご来場お待ちしております。